はい、で今回はこちらになります。これもカーズの、ものになるんですけど、カーズトミカっていうのがね、出てきました。まあ税別で各800円、まあちょっとお高めになってるんですが、まあそれが出てきてますね。で私最近はライトニングマックウィーンというのを紹介したんですが、今度はこちらでしてキングというね、車ですね。でこれはピストンカップでの最多優勝記録を誇る伝説的レーサー、チームワークを重視しており、技術はあるが自分勝手なマックウィーンを、まあ、常に心配しているということなんですね。まあマックウィーンからしたら余計なお世話だというふうに言われてしまう言葉なのかもしれないんですけども、まあどうしてもマックウィーンっていうのはね、ちょっと自分勝手っていうかね、まあそういうところがこう出てしまうんですけども、まあ自分勝手っていうよりはどっちかっていうとこういうキャラクターのね、ものっていうのはまあハンデを持ってる人が多いんですよ。まあ要するに我々人間で言ったら発達障害っていう感じかな。要するに LAGD だったり LD だったり、まあそういったものをこう持ってると。だからマックウィーンっていうのは、まあ他の人からすれば自分勝手なというふうに見えるけども、マックウィーンからすれば決して自分勝手なことをやってるわけじゃなくて、むしろそれが誤解を与えちゃってるんですね。だから自分のまあ何て言うのやりたいような人生を見たいから、まあその通りやってんだけど、それが向こう他の車からしたら、なんだこいつは自分勝手なっていうふうに、キングからしたらそういうふうに映ってしまったんですね。だからまあマックウィンターな、正直はもうあれはもう車の中でもこの発達障害っていうのを持ってる、まあそういう人ですね。まあそういう人っていうか車だよって突っ込まれるんだけど、まあそういう車があって、そのキングはそのマックウィーンをまあ陰ながらこう支えてる車ですね。でこれは確かね、実車があるんですよ。プリマスのファイヤーバードとかって言って、非常にやっぱこのウィングがでっけえのなんですね。でこれがモデルになってるんですよ。でこれちょっとね、触った感じだと非常にこうちょっと柔らかい感じなんですよ。これがちょっとプニプニしてるんでしょ。だこれね、トミカではちょっとそこのとこが残念なんですが、これ壊れやすいですね、非常に。だから何かで落っことしたらもうボキッと取れてもおかしくないような、そんな感じです。ですからまあ子供がね、こうちっちゃかい子なんかが遊ぶと、まだそういうものの大切さってのがよく分かってない年頃でもあるんで、こういうところの部分をもっと、これが気になってこれを無理やり引っ張っちゃったりとかですね、取ろうとしたりとかね、まあ、そういうことをする子が中にいるんで、それはやっぱ注意した方がいいですね。じゃないとこれ非常にウィングル部分がもろくて取れやすくなってるんで、で簡単に壊れやすいような構造っていうか、そういうようになってるから、そこのところがちょっと作る上ではね、まあ今からそんなこと言ったって遅いんだけど、まあそれ作る上で、そこのところもちょっとなんとかならなかったですかなっていうところが、まああるかなっていう感じです。でもまあなかなかこれもこれでね、結構面白い感じになっていて、まあいいんじゃないかなっていう、そういうね、車になっていて、なかなかこう特色のある、車でね、いいなっていう、そういう感じのキングでございましたね。まあ何日もキングって王様ですからね、王様なんだけど、レースだとこうマックウィーンに負けてしまうというね、そういうところがあるんです。王様なのにみたいなね、まあそういう細かいツッコミはいいんですけども、なかなかね、これ僕のカーズが飛び込む飛び込みで、まあ、集めてみると、いろいろと面白いことが分かっていいんじゃないかなっていう感じですね。というわけでどうもありがとうございました。